皆さんこんにちは、宗谷会です。今はいつものようにパーマカルチャーと平和道場から、お届けしております。で、すごく素敵な、なんだっけ、短いゲスト、なんて言うんだっけこれ、短期滞在、ね、短期滞在っていうプログラムがあってボランティアスタッフっていう2ヶ月来る人たち、ほどはハードルが高くない数日間来る短期滞在っていうのをやってるんですけど、それに来てくれた木地ゆうきくん、木島ゆうきです。木島ゆうき、近い、惜しい、はい、っていう方にちょっとインタビューをしたいと思います。はい、ではじゃじゃーん。初めまして。はい。木島ゆうきと申します。ナイス。僕は3月に大学を卒業して、10月からフランスの方に進学するので、そのギャップで今いろんな活動をしています。ちなみに、はい、何を学研究しに行くんだっけ？僕はですね、感情資本主義っていう、分野がフランスで発達していまして、この世の中のシステムをフランスで新しくできた人々の感情を分析するっていう、感情社会学っていう分野から、こういかにこういうものをたくさん買って消費して、でそれによって自分の欲求を満たすけれども満たされないみたいなループから抜け出して、こうより豊かな生き方ができるかっていうのを、研究の分野も、そして向こうでは実践の方もやりながら、学んでいきたいなというふうに思っています。いいですね。で、ごめん、さっきの続きを。で、僕がそもそもここに来たのは、僕大学時代は子どもの教育に関わりながら、そこで教育格差のことだったり、気候変動だったり、食糧危機だったり、いろんな問題を学ぶ中で、どうしたらそういういろんな複雑な問題に一人の人間として対応できていくのか、その中で幸せに生きていけるのかっていうことを考えていた時に、フランスの脱成長という思想に出会い、そしてフランス人カップルが撮影した、セ・ポシブル、できるっていう映画で、日本の中に実はそういった地球に優しい生き方、他者に優しい生き方があるんだよっていうのがいくつか紹介されていて、その中に実は、宗谷会さんが やっていらっしゃるこの平和道場も出てきたんですね。でそこで、僕も実は今大学の方で、その中東で起こっているこう争いだったり、こう、亡くなっている命に対して学生として運動はしているんですけれども、その中でも自分の今生きているシステムは、どんなに声を上げて戦争とかいろんな平和を訴えていても、自分が乗っかっているシステムでは逆にそれを助長しちゃっている、加担しているっていう構造に、こうどうしたらいいのかっていう気持ちがずっとあって、何かを見つけたいなと思って、今日ここに3日間という短期滞在だけど来させていただきました、それで実際ね、何2泊3日過ごしてみて、総まとめ感想簡単にまとめると、すごくこうこういうパーマカルチャーとかって本で見るとなかなかイメージがつきづらいと僕は思っていて、なんでかっていうと、やっぱあまりにも今の生活のやり方や捉え方と違うから、でもここに来て思ったのは、すごくこう実際に暮らしてみるとできることが多くて、例えばトイレとかもゴミにしないでこんないい肥料になるんだとか、野菜のコンポストトイレね、コンポストトイレのこともそうだし、あと飲む水も雨水を使っていてとっても美味しい水が飲めたりだとか、あとは薪なんかもちょっと1回目は全然できなかったけど2回目3回目、ボランティアの仲間たちに教えてもらうと少しずつコツがつかめたりとか、その昨日の夜のキャンプファイヤーのの様子なんですけどちょっとずつだけれどできることが増えていくっていう実感が、2泊3日だけなんですけど僕の中にはあって、これだったら
いろんな仲間と協力しながら、それこそできないことがあっても、そこでやっぱりコミュニティが必要になって、仲間の存在の意義が出てくると思うから、それはそれでいいなって僕は思ったし、なんか、うん、短い間だったけれど、すごくこうパーマカルチャーだけじゃない、こう誰かに優しい暮らしをするっていうのがどういうことなのかっていう感覚、うん、実感が持てたなっていうのがあって、でもまだまだわからないことだらけだから、うん、これからも僕なりに、いろんな文化だったり国が違えばやり方がそこにはあると思うので、うん、それぞれの場所で、僕もこれから生きていく場所でパーマカルチャー的な暮らし方を探していきたいなと思っています。いいですね、ありがとう、うん、あのキャンプの話もしても大丈夫？あ、全然大丈夫です。後悔して、うん、はい、せっかくだからなんか、うん、僕もあのすごいそのね、あのまあ、キャンプ、最初キャンプって言った時になんか、ああなんか森でキャンプしてからここに来たんだって思ってたんだけど、そのキャンプの話をちょっとしてもらっていい？そうです。僕は今実は東京大学にあるパレスチナの連帯のキャンプっていうところに、まあ、1ヶ月以上住み込みをしていて、まあ、なんでかというと、今パレスチナで、まあ、イスラエルっていう政府軍隊がこう非常に残酷な攻撃を していて、とってももともと小さかったギャザっていう、ガザっていう地域があるけど、それが逃げ道であったラファまで人々が殺されながら移動されて、しかもラファの検問所が閉まるっていう、まさにこうなんだろうな、かつてあったような、まあ研究者の中にはジェノサイドっていう言葉を使う人もいるけれど、それぐらいの事態が今起きている。で、まあそれはパレスチナだけじゃなくて、実は日本っていうここに生きる僕たちにも切り離せない問題で、今東アジアの緊張感もどんどん高まっている中で、学生としては大学に今資金提供をやめることだったり、学問としての立場から批判をすることであったり、パレスチナ難民が今後予想されるから、その子たちの奨学金制度を建設すること、直ちにそういうことを要求書として提出しています。でも実際にまだ大学からのレスポンスはなくて、ますます学生たちへの圧力は高まってくる、厳しい状況が実際にはあるし、仲間の中でもやっぱり思い通りにいかない時期が続くと、エネルギーが切れたりイライラしてしまったりっていうことが実際にはある、あります。でもそれでもやっぱり、うん、希望はあって、その中にも国と市民、例えば当事者のパレスチナの学生たち、大学っていう対立があるけれども、やっぱりそこにの間にいる人たちが少しずつ、まあ、僕ももしかしたらそうかもしれないけど、こう両者の意見を聞きながら、こうなんとか対話を実現しようとしながらやっていく中で、今まで意見が交わせなかった人、立場性の違いから思いが伝わらなかった人たちが少しずつ対話を始めているっていうのも実際にあって、僕は僕にできることをしていきたいなと思ってやっていて、でもでここにパーマカルチャーに来て思ったのは、やっぱり NVC っていう非暴力コミュニケーションっていうのを、まあ、カイさんから教わって、本来であれば正しさとかこう正義とか、そういう言葉ではつながれない、ぶつかってしまう人たちがみんな幸せに生きたいよね、誰かの犠牲の上じゃなくて、こう自然と命と暮らしながら、こう大事な人と一緒に暮らしたいよねっていう願いの部分ではきっとそれぞれがつながれるはずで、そういうコミュニケーションが僕は今東京にずっといたけれど、そこでも必要とされていて、でそういった人たちが少しずつだけど、こういった暮らし方、誰かに優しいような、そして自分にも結局本当に意味で優しい自由な暮らし方が必要とされているし、それがより多くの僕の仲間だったりに伝わっていけばいいなと思って、僕があえてこの反戦の連帯キャンプをやっているタイミングで
ここ2泊3日っていう短い時間来れたことはとても感謝しています、うんうん、ありがとう。いや僕もあの反戦運動からあの僕もパーマカルチャーと出会って、僕はアフガニスタン あのアメリカが911の後で爆撃するタイミングであの初めてデモとかに参加したり、初めてあのそういう運動っていうものってあって、うん、おやばみたいな感じで、うん、なんか全然そういうの全く興味なかったのにね、事態が事態だからやっぱり動かされて、そういうのに出会って、なんかそういうまあそういうところから僕もスタートしてるから、なんかねあの今回勇気が来てくれて、なんかすごいそういうのを思い出させてくれて、あなんかそういうサイクルだなみたいなさ、なんかね僕の前にもいろいろそういうねベヘーレンっていうね日本で結構あのベトナム戦争に反対してたいろんな人たちが日本にもたくさんいたから、なんかやっぱりそういう平和活動のサイクルっていうのがあるんじゃないかなと思って、なのでとてもあの心が動かされる滞在だったなって僕は思っている。うん、ありがとう。じゃあなんか最後なんかあの見ている人になんかメッセージとかあれば聞くし、なければバナナを移して終わり。もし、ね、このビデオをこの見てくれてる人がいたら、僕がシンプルに伝えたいことはやっぱりあのなんだろうな、いろんな新しいことを始めるときって不安もあると思うし、わからないこともあると思うんですけど、で僕もそうだったんだけど、実際に一歩踏み出してみると、そしてここに来てみると、今まで体験したことないような暮らし方、うん、でその中には本当に自分を癒してくれるような、そして今までつながれてなかったものたちとこうつながるような感覚がたくさん実際はあって、でもちろん大変なこと、難しいこと、それは新しいことだからあるけれど、うん、そこにはやっぱり仲間がいて一人じゃないっていうことが、やっぱりこういった新しい暮らし方のシステムの基本にはあると思うし、だから僕もそうだけど、なんだろうな、一歩踏み出してみるっていうことを僕も心がけてやっていきたいなと思うし、皆さんの中にも興味があってこう新しいことであったりとか、誰かに優しい暮らししたいっていう人は、あのその足をちょっと踏み出してくれると、次2歩目は誰かの助けで進めるかもしれないし、止まろうとな止まってしまいそうになったら後ろから声をかけてくれる人がいるかもしれないし、そういう世界が実はたくさん開かれているよっていうことが僕からのメッセージです。ナイス、うん、いいですね。ありがとう、ゆうきでした、はい、ありがとうございました。バナナ古民家。Thanks for watching the YouTube video. YouTube 見てくれてありがとう。僕の活動とか、あのパーマカルチャーと平和道場をあの応援できる人、応援したい人、あのぜひぜひあの説明、映像の下の説明の部分を見てもらえたら、あのその応援の方法が書いてあって、でみんなの応援が僕たちの活動の、あの本当に栄養になってるので、あの一緒にこういうあの素敵な世界をあの作っていけたらなと思います。 Alright, じゃあ see you next video. Bye!